サーバントサービスは、高津カ,カリノによる日本の青年漫画。架空の区役所、密爆役所の保健福祉課を舞台に、個性的な公務員たちの日常を描いた4コマ、漫画である。本作は、2007年に発刊された、増刊ヤングガンガン総刊号から連載を開始した。その後、掲載誌は、増刊ヤングガンガンビッグ、ついで月刊ビッグガンガンへ解消されるが、 本作は引き続き連載が行われ、2014年に発刊された月刊ビッグガンガン2014ボリューム07をもって完結した。全75話。また、2013年には本作を原作としたテレビアニメが放送されている。ある日、三つ幕の保健福祉課に山野上ルーシー、長谷部豊か、三好さやという3人の新人が配属され、 先輩職員の一宮博士が新人の指導をすることになった。新人3人のうちルーシーは名前が異様に長く、その名前を受理した公務員に文句を言うために公務員になったという事情を抱えていた。豊はルーシーをからかうが次第にルーシーのことを可愛いと思うようになる。一方、鞘は頻繁に区役所を訪れる老婆田中から 彼女の孫、ジョージとの結婚を進められる。その後、サヤに会いに、区役所を訪れたジョージは、そこでユタカを見かけて、態度を一変させる。ジョージは、ユタカの幼馴染みで、ユタカの現状に否定的な態度をとっていた。これに対し、ルーシーは、ユタカの現状を肯定する。この一件がきっかけでユタカはルーシーに惚れ込み、彼女とデートするが、その直後、 自分の父親が、ルーシーの名前を受理していたことを知る。豊は苦悩し、ルーシーも、豊の様子がおかしいのを気にして、やきもきするようになる。また、大使は、臨時職員の千葉や恵みとかねてから交際していたが、妹、東子の世話を優先して、恵みを放置することがしばしばあった。その状況を見かねた、さやの一言により大使は反省し、 恵みを積極的に誘うようになる。その後、大使は東湖に彼女の存在を明かし、東湖も二人の交際を認める。一方、豊は、ジョージの後押しもあって、ルーシーに告白し、交際をスタートさせたが、彼女の名前を受理した、公務員が自分の父親だと伝えられずにいた。そんな折、ルーシーは、 上司の桃井金像が豊かの父親と話している場面に遭遇し、そこで自分の名前に関する事実を知る。ルーシーは動揺するが気持ちを整理し、改めて豊かに好意を伝える。そして、ルーシーが解明の意思を明らかにしたところで物語は終わる。作者の高津は2004年から2014年にかけてヤングガンガンでワーキングを連載しており、本作は ワーキングと並行して連載された。そもそも本作が生まれたのは、ヤングガンガンの増刊号を創刊するにあたって、当時の編集長が多活に漫画の掲載を打診したことがきっかけであり、そこから新作を作ろうという話になり、結果、本作が誕生した。ただし、増刊ヤングガンガンは不定期観光だったため、連載序盤は、 毎回あらすじやキャラクター紹介を話に盛り込む必要があり、それゆえ話を広げるのに苦労したという。高津は本作を執筆する前に役所で働いた経験があり、本作はその経験を活かして執筆されている。実際に本作を原作としたテレビアニメでは窓口のたらい回しや融通の効かない対応といったお役所仕事についての描写があり、 ネタにリアリティがあると評されている。北海道札幌市の旧白石区役所。2017年に解体されている2013年3月に開催されたアニメコンテンツエキスポ2013において本作のテレビアニメ化が発表された。その後、同年7月から全13話のテレビアニメが放送された。ストーリーは 本作のコミックス第1巻から第3巻までの内容をベースにしているため、漫画とは異なる結末を迎えている。なお、作者の高津は本作をサバと略しており、テレビアニメではサバに関連したネタも盛り込まれている。各話終了後には次回予告の代わりにサバクイズと題したクイズが出題されているほか、テレビアニメに関連したイベントの題名にも、 サバが用いられている。音楽、音声監督の山本康隆は、本作について、ローテンションのキャラクターが多いと述べており、声を当てる声優が頑張りすぎると、キャラクターが変わってしまうという理由から、アフレコの際、あまり頑張らないよう声優に指示していたという。音響監督の藤田明子は、本作では、やりすぎないことを意識して、仕事に臨んだという。アフレコでは、 キャラクターの特徴を強調しすぎると本作らしさが失われてしまうため声優が事前に作ってきた役を丸くすることから始めたほか本作では会話の妙が面白さのポイントになるという考えからキャラクターの心情につける音楽を少なくした胸を明かしている音楽を担当したモナカによるとイチクールのテレビアニメでは一般的に 劇ともを50曲程度制作するが、本作用に制作した劇ともは32曲だったという。舞台設定本作の舞台である三つ爆役所は、漫画では、どの都道府県にあるか言及されていない。しかし、テレビアニメでは、北海道にあるという設定になっている。また、作中にて、田中常治が差し出した名詞には、黒石、氏という名前がある。 テレビアニメの制作にあたって、札幌市の区役所で、ロケ班が行われており、三つ葉区役所の外観は、旧白石区役所がモデルとなっている。テレビアニメの主題歌は、オープニングテーマ、エンディングテーマともに、女性キャラクターが歌うキャラクターソングとなっている。オープニングテーマ、May I Help You? は、小玉沙織が作詞、田中秀和が作曲を担当した楽曲で、 山の神ルーシー、三吉さや、千葉やめぐみの三人が歌唱を担当している。田中によると、制作にあたって、好きに弾けてもらって良いというリクエストがあったといい、その結果、本曲は、トイピアノやドラムが活躍するキャッチーな曲に仕上がっている。エンディングテーマ、はちみつ時間は、辻淳さらが作詞、岡部圭一が作曲を担当した楽曲である。 回によって、歌唱担当者が異なり、第1話から第4話は、山の神ルーシー、第5話から第8話は、三好さや、第9話から第12話は、千葉やめぐみがそれぞれ歌唱を担当している。なお、第13話のエンディングでは、蜂蜜時間は使用されず、代わりに、May I Help You? の、オフボーカル版が使用された。日本国内では、朝日放送、 東京 MX と、チギテレビ、群馬テレビ、北海道放送、中京テレビ、BS11、ATX の、計8局で放送された。このうち、BS11 では、テレビアニメの放送に先駆けて、サーバントサービス放送直前、特別番組、May I Help You? と題した特別番組が放送されている。また、テレビ放送に加えて、バンダイチャンネルと、 ニコニコ動画でネット配信が行われた。どちらのサイトも第1話は常に無料で配信。第2話以降は更新から1週間限定で無料配信という形が取られている。2013年から2014年にかけてテレビアニメを収録した映像ソフトがリリースされた。全7巻。販売形態には完全生産限定版と通常版があり、 完全生産限定版には特典として CD や DVD が同梱されている。本作のウェブラジオは2つあり、いずれもテレビアニメ公式サイトで配信されている。2013年12月8日、東京 U ポートホールにてサーバントサービス大祝賀会サバ祭り2013が開催された。このイベントの模様は映像ソフト第7巻の完全生産限定版に 同梱された DVD に収録されている。また、2013年6月には、テレビアニメのキャストが推薦した5つの企画について、投票を行い、最も票を得た企画を実現させるという、ドリームジャンボサバ投票が行われた。投票の結果、ワーキングとのコラボ企画が1位となり、2014年8月10日に、神奈川、パシフィコ横浜にて、コラボイベント。 夏祭りだよ。全員集合が開催された。スクウェアエニックス公式サイト以下の出展は、スクウェアエニックス公式サイト内のページ、書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。